本日は動画をご視聴いただき誠にありがとうございます。秋山隼人と申します。本日は10年ぐらい前に、時代屋というあの歴史グッズ専門のお店があったんですけど、そちらで買った、こちらの新選組のジンベイ、こちらの開封動画をアップしたいと思います。10年間眠ってたわけですよ。それをちょうどね、YouTube チャンネルを立ち上げたこのタイミングで、せっかくなので、開封して、どんなもんなのかっていうのをアップしていきたいと思います。じゃあ、開けていきましょう、こちらを。後ろはこんな感じで、ボタンになっているので、こちらを外していきます。外すと、すぐこうやって出るわけなんですけれども、出すと、当然こんな形になってて、ジンベイなんで当然上と下に分かれてます。まず下から間にこう紙が入ってまして、こちらがちょっと見にくいですかね、こういった形で、下ちゃんと紐も真ん中に作っていてますね。で上ですね、次こちら、ちゃんと誠っていうのもね、ちょっと紙取って広げていきましょうか。じゃあ表見るとこれタグがついてるわけですね。広げてみるとこんな感じです、全体的に。でひっくり返してみましょうか。こんな感じでちょっと全体的に羽織っぽいですね、なんて言いますか。でこちら、せっかく開けたので、時期が時期ですもん。ちょっと準備に着替えてってます。じゃあ行きます。はい、というわけで着替えてきました。で、せっかくなので今回は、ジンベイについてちょっと話していきたいと思います。ジンベイって結構前コロナ禍で、お祭りだったりとか今ちょっとないんですけれども、そういったところで、着る、カジュアルな服装として今結構着る人も多いと思います。で、もともとジンベイって、どんななのか。で、もともと、夏の着物で、昔その、湯上がりだったりとかで、着る、和服で使ってたみたいですね。で、ジンベイは、もともとその名前は、諸説あるんですけれども、最初にそのジンベイっていう人物が作ったとか、着ていたからジンベイっていう説もあるんですけれども、実際はジンベイワウギの略称ということで、ジンベイっていうみたいなんですね。で、もともと下級武士が、下級武士とか庶民が、それなしで着てたもので、丈は結構長かったみたいなんですね、昔は。で、大人は子供を用いてて、で、今のこのジンベイが全体的に普及し始めたって大正の時代とも言われていて、で、戦後第二次世界大戦が終わってから年配の男性用に普及したのがそもそも普及の第一次とも言われているんですけれども、で当時、このジンベイなんですけれども、丈が長くて今より、で今の形になったのって結構最近のことみたいなんですよ。で私もジンベイってもっと昔からあると思ったんで、ちょっと調べててびっくりしたんですよ。結構最近のものだったんだなって。でやっぱりね、ジンベイって昔は、今はジンベイっていうとこの上とこのパンツの部分と下、分かれてるんですけれども、昔はなんか紐とかで、一緒くたんだったということで、ちょっと私の調べた限りだとそういった情報が入ってきまして、昔のその和服とかに比べたら着やすかったんでしょうけど、今のそのジンベイに比べると多少は着るの大変だったんじゃないかなっていうのが、容易に予想できますね。ただそのジンベイやっぱり大きなメリットとして、基本的に着物って帯を当然しないと型崩れとかするんで、帯するわけですね。ジンベイって、帯がないので通気性がすごいですね。で私の今着てるこのジンベイも、こういった形で通気性がちょっと見えにくいけどよくいいんですね。
ジンベエ基本的に通気性がいいんで、その夏祭りだったりとかそういったことで、まあ、多少動いたりするところが適しているわけなんですね。まあ、そういった形で、まあ、ジンベエっていうのは、まあ、今の日本に馴染んでるんじゃないかなって思います。でこの動画見て、まあ、ちょっとでもいいなとか役に立ったなって思ったら、高評価、チャンネル登録していただけると大変嬉しいです。次回の動画でまたお会いできればと思っております。それではまた次回お会いいたしましょう。失礼いたします。